えー、2023年2月21日千葉県公立高校入試1日,目、えー、社会あ1日目英語数学国語お疲れ様でした。でえー私はあのー 橋でと申しますで、えっと、本日あの、1日目を終えたところで、えー、私、実はもう19日に対策講座やったんあの、ズームでやったんですが、あの今日帰る途中にあの、1日目の受験を終えた、えー、中3の人たちが、えー、帰っていく姿を見えまして、えー、やっぱりあの直前であっても公開でこの講座をあの YouTube にアップすべきだろうと思い、思い立ち、えー、今、午前、えー 午後6時前なんですが一生懸命6時に発信しようとしておりますこの動画が本当に直前ですが届く人が明日の試験で頑張れることを願って急いで発信します歴史第3問なんですね で明治以降の歴史とそれから江戸までの歴史が2問それぞれ出るんですがどちらかというと江戸までの歴史の正答率が低いのでこちらを苦手な人が多いからこれを今から頑張って対策をしていきたいと思います。で、えー、と1000年以上の歴史をあの30分でまとめますので、えーとえー、十分理解できなくてもあのテストでギリギリ選べるぐらいまでの,あのイメージを湧いていただく形をとりますので頑張ってこの30分程度の動画で学習していただ それではまずあの古代から飛鳥時代ですねで、まず旧石器時代がありまして、それから縄文時代、縄文時代は大雑把に言って1万年前からでいいです、で縄文時代で知っておいてほしいのは、この縄文改新という出来事です。ここれは地球温暖化でも同じようなことが起 器具とともにあの今話題になっておりますので、縄文改新という言葉をぜひ知っておいてください。この縄文改新というのは何かというと、えー、地球があったかく縄文時代の後半にあったかくなりまして、えー、そして極の氷がと溶け、海が水面が上がったので、今陸地に見えるところまで海が来ていた。よって陸地内に海図かかるという現象ですね。 さて、その後弥生時代になります。弥生時代は弥生式土器として、まあ、縄文式土器、弥生式土器は誰も知っていると思うんですがちょっと特徴として縄文式時代はまだ鉄がなかったと金属器がなかったとよって弥生時代に金属ができたので縄文時代はその手前で金属がなくて骨格器を使っていたということを注目しておいてくださいで弥生時代は稲作とともに稲作の祈りに関係したという噂があるんですが銅鐸が作られるという、まあ、金,属金属の鉄を作った後の銅鐸のイメージ ぴったりですね。さて、弥生時代の一番最後に卑弥呼が登場します。で、卑弥呼はあのまあ,あの小国連合、大和国連合の王様です。そして、初めて義姉は神殿というあのま、あの所、まあ、にえー、まあ、日本のことが出たということで有名なんですが、ちょっと注意していただきたいというのは王様なんですが、古墳の手前なんです。 で古墳時代というのは前方後円墳などのさまざまな巨大な墓ができるわけですから、権力が集中してきた、卑弥呼は小国連合ですので、まだ古墳までは作ってないということで、古墳時代の手前で弥生時代の末期だということを知っておいてください。さて、えっと、古墳時代になりますと、先ほど言ったように古墳を作り、王様の家来たちを埋めてたという噂があるんですが、あのまあ、それややめようということで、埴輪という人形を王様とともに埋めるようになりました。 さて、その古墳時代の最後の出来事で有名なのが、えーとまあ、大和朝廷ができて、そして、えー、仏教の伝来が行われたんですねで。仏教の伝来は御参拝と押さえておけば、538年と分かりやすいと思います節目の年として押さえておいてください。古墳時代の最後に仏教の伝来があった。えー、そして大和政権ができ始めてきたと。じゃあ次、飛鳥時代に行きます。で飛鳥時代は えー、2つに分かれると、前半と後半に分かれるとで、その中間に大化の改新があるというところを見ておいてください。で大化の改新の前は、簡単に言うと聖徳太子の時代です、馬屋殿王ですね、推古天皇のもとに聖徳太子が官位12階とか17条憲法というあの、まあ、あの規律を作っていくということですね、でその聖徳太子の文化を、まあ、飛鳥時代の言葉をとって飛鳥文化と言いまして、有名なものとしては、法隆寺とか、えー、法隆寺が有名ですね。 さてこの、えー、と聖徳太子の時代に中国に学ぼうということで隋遣隋使の発見その後と唐に変わりましたので遣唐使になるんですが小野荷にも隋遣隋使の発見を行ったということが有名ですさてじゃあ飛鳥時代の真ん中の節目で起こった出来事が大化の改新で一種の,その政権交代なわけですが聖徳太子と一緒にやっていた蘇我氏が滅ぼされるということなんですが 大化の改新、えー、は実際、政権交代ですから人は殺されたんですけど、ちょっと覚え方として変なんですが、虫も殺さん,虫も殺さんのの会心での大化の改新とお伝えているといか、さてこの大化の改新で一番有名なのは、大、え、化、ー、というのが日本最初の元号である、今、令和ですが、大化が日本最初の元号であるということがよく聞かれます。その大化の改新とほぼ同時に、えー、起こった出来事が、ハン収ン法というのがあります。で ちょっとこの色分けを見てほしいんですが赤が重要事項、そして青が文化的なことを示しています。 そしてこの緑は土地所有なんですね、日本の歴史にとって、土地を誰がどのような形で所有するかというのが重要な論点ですので、緑、これから各時代、緑でできた土地所有だと考えてください。で、この反ン収支法というのは、6歳以上の男女,女、女子もそうですよ、男女に国家が区分田というのを与えて、そして死ぬと回収するということで、国民一人一人に他を与えるという法律だったんですね。 さてえじゃあ、その大化の改新後の,あの、えっと、この律令制度、えーえー、ラスカ時代の後半に何が起こったかというと、あのまあ、律令制度という、まあ、天皇中心の制度をあのあの整備していったんですね。でえっと、この律令制度でし 愛しておいてほしいのが、えー、税金の制度を作ったということですね、蘇・幼・徴、えー、増益ということですね、えー、税金の制度を作ったというのが、えー、有名ですで。そして国の,あの国家のいろんな地方の単位で国とか豪とかあの利とかを作って、まあ、太宰府という、まあ、防衛のところも置いたということですね。でこの、えーっと あ飛鳥時代の後半の文化は飛鳥文化と区別して白鸚文化と言われています。まあえー、一番有名なのが高松画古墳家壁画というのが有名です。さて、えっと、この… えと飛鳥時代の後半の、あのー、この箱文化の時代でちょっと気をつけてほしいのが、えー、日本最初の貨幣ができたでこの日本の最初の貨幣は和道会人が有名なために和道会人だと思う人がいるかもしれないここに引っかかりで不本線という別の貨幣でありますので、えー、ちょっと注意をしてくださいということで奈良時代に行きますでその前にこの飛鳥時代あたりまでの、えー、過去問を見てみましょうあでまずこれは船橋駅の様子ですが、えーまあ、縄文改新でここら辺 この辺までで、えー、海があったとということですね、まあ、今でも低い土地として、船橋の地形として特徴が残ってますけど、そこまで海が来てた。だから、この辺にマイ,カイズ塚という町もあって、貝塚が発見されてるんですね。えそれでは 次に、えーとえー、縄文時代、弥生時代、えー、古墳時代を代表するものですけど、縄文時代、ふくよかな土偶、そして、えー、これが銅卓です、弥生時代の銅卓ですねで、古墳時代でうと、さっきの、ね、埴輪がありますで、古墳時代のもう一つの,あのものとして、はじきと末木というのがあります。 はじきは、まああのー、日本製で、ちょっと赤焼き、えー、日本の伝統的な流れを組んだもので赤焼きで、末期は渡来人が持ち込んだもので、ちょっと灰色であります。ではじき、末期、これも船橋の郷土資料館にありますので、ぜひ見てみてください。試験ごはでです。それでは 2019年の問題、縄文時代、今から約1万年前に氷河が終わるということで、もう時間の関係で答えバンバンいきますね。海面が上昇し、えー、つまり縄文の後期に温暖化が起こって、縄文改新が起こった、えー、というか海面が上昇し気、気候は温暖化ですから、問題になったということですね。それでは、古墳時代についてですが、さっき末期、えー、の,のところで言,った言いましたけど、渡来人が、えー、いろんなものを持ち込んできたということですね。こうえーこう 興奮になります。じゃあ次、えー、奈良平安時代に行きます。で、奈良平安時代はまずそのマ、まあ、スカの最後が奈良にか奈良時代に変わるんですが、奈良時代の特徴は、えー、平城京を作った党の長安見習ってで、これはなんと綺麗な平城京と押さえてください。 あで年号なんですが、私がこの講座で言った年号を節目として押さえておけば、このここ細かい年号が分からなくても、大体こことここの間ということが分かっていれば、あのまあ、年号の順番を選べばいいのも問題が千葉県の問題ですので、えー、大雑把なな私が節目となる年号を言っていきますがその前後関係だけ押さえてください。こういう細かいいちいち覚えなくてもいいですよ。さて、えー、っと奈良時代の文化は天平文化といいます。あの古事記日本書紀など万葉書 州など、伝統的な日本の古い書物がだいたいこの頃に作られたということですね。そして土地所有です。えっと、あのー、判例修辞法で全国民に土地を当てたんですが、土地が不足していたということで、開墾を奨励するために、三税一新法というのは、あのー、一度開墾した土地は孫まで、三世代まで、えっと、所有していいという法律を作った。 でも、それでもなおかつ不足したので、さらに省あの開墾奨励するために、婚年永年資材、この言葉って漢字とともに聞かれますので、絶対書けるようになって,てください。他を,を耕すと、永年、ずっとはあなたの財産にしていいですよという法律です。でこれが後の奨励につながっていくんですね。 はいで奈良時代、聖武天皇であります。じゃあ次、平安時代、泣くようぐいす、平安京ということで、泣くようぐいすということを押さえてくださいます。ということは、えー、奈良時代はわずか710から794ですので、84年しかないとい、未常に短い、しかし、土地所有の制度変革が奈良時代に起こったということですね。さて、平安時代は長いんですが、平安時代4つに分割して捉えてください。正規でこれはあのへ 平安京を整備しながら、東北に対して進出していった時代です、それから藤原北家の繁栄の時代、そして院政兵士政権ということになりますで、各時代を見ていきましょう、まず平安京を整備して、坂上田村丸が東北のアテルイを破ったということで、大和朝廷側からすると領土を広げたわけですけど東北側からすると侵略されたものと解釈してください。でアテルイはは東北にでは今でも言うで今もす さて、えー、とこの、えー、と初期に起こった出来事として、この文化で書いてあるんですが、最長空海というお坊,お坊さん、偉いお坊さんが、えー、中国に渡って、えー、修行をして、えー、頑張りました。ちょっと後で電話かけますね。 これをあのいちいち編集している余裕ないので、こう,いう着信音とかも入ってしまいましたけど、えー、活用してくださいあの。本当に直前で届けばいいということでやってますので、さて、混乱してしまいましたが、ここに戻ります。最、え、澄、ー、と空海などの、えー、お坊さんが密教というんですが、えー、中国で学んだ偉いお坊さんが修行をして、えー、仏の悟りに至るという、まあ、あの本当にエリートの、えー、宗教として、えー、この、えー、仏教が。 ここの山奥でで行われたとということですねさて、その次に藤原家が繁栄します。藤原家で一番有名な人は藤原道長。これは最後のほうに出てきますけど、最初に言っちゃいます。で、藤原道長。で、藤原道長がなぜ有名かというと、もう本当に貴族の大前世で、摂政政治で天皇の後ろ盾で、 あの頑張ったわけですね。で、えっ、ー、と、この、えー、藤原道長の,の時代に活躍したのが、紫支部、えー、源氏物語。そして、えっ、ー、と、同じ時期のライバル清少納言の幕の創始ですね。 であの源氏物語に光る源氏は、道中がモデルじゃないかと言われているぐらいで、まあ、宮廷の繁栄を最も謳歌した人です。で、この藤原家が最終的に大繁栄をするんですが、その手前で、まず初期には武士の反乱があったんですね、平将門、これ、関東ですから、千葉も関東ですから、ぜひ知っておいてほしいんですが、関東地方を,地方を一時期、えーあの、王様、関東地方での王様となりかけた、えー、人がいまして、まあ、これは最後は負け,負けてしまうんですけど、 関東をししましたで藤原住とも同じ藤原清なんですが、海賊ですね、瀬戸内海を、えー、ま席、あ、巻した。しかし、2人ともあのこの藤原法家が後ろ盾についた山本政権によって滅ぼされていくんですね。さて、えー、このあの藤原家で有名なのは、この藤原 あ藤原じゃなくて、藤原、菅原道真って言って、この人は学問の神様と言われている人で、この人の,の最も大きな功績は、遣唐使を修了したということ、今までずっと中国でここに書いてないけど、あの奈良飛鳥時代から中国に学んできたんですね、ずっと遣唐使を派遣して。しかし、もう中国に学ぶのもはいいと、日本の国で独自でやっていこうということをやって、それが故に、 日本国土独特の文化という国風文化というのを作りました、その流れの中に「源氏物語」もあるんですね。さて、金文字とか、えー、まあ古今和歌集とかも作りまして、えー、国風文化を作りました。さて、そして菅原はしかし、そうやって頑張ったんですが、最後左遷されてしまいます。 じゃあそのあの後ですが、菅原道真、ね、<laughs> が左遷をされてしまいます。さて、えっと、さっきほど言いました、映画を極めた、えっと、藤原道長、えー、が、えー、有名なんですが、ちょっと注意していただきたいのは、よく入試で出るんですが、あのー、このあ藤原家の平安時代の最も有名な建物が十円玉裏側に書いてある平等院法王で,道道です。でこの、えー まあ、摂政や関白があの政治を行ったので、天皇に代わって政治を行ったので、摂関政治で言います、で平等院鳳凰堂というのは、あのよく引っかかるんですが、道長が繁栄したので、道長が作ったと思うかもしれないけど、そうではなくて、息子の頼道が作っています、これ、よく引っかかるので注意してください。 さて、えー、先ほど少し言ってかけたとこ土地所有の話に戻しますと、近田永年資材法のもに、どんどんと土地の私、有が私有が許されたので、だんだん土地をたくさん持つ貴族が繁栄したと、でこれが、えーまあ、この道長家などを支えてあ、道長、藤原家を支えていく形になりますね。で、藤原家は、実は藤原という名前で、えー、違う流れの人がいるので、この本家のことを藤原北家といに言ってます。 さて、えー、それで、えーまあ、もう一つの別の藤原氏で欧州では、えー、中村寺金色堂という、えー、今の岩手県の南部の平泉に別の藤原氏が、あのーまあ、文化を築いたんですね。 さてこの藤原家の後に訪れたのがあの院政です。えっ、ー、と天皇のを引退した上皇が実質の政治の権力を握るという陰性が行われまして、えっ、ー、とまあ、白川上皇が有名ですね。でその後平氏政権ができてきます。でこの平氏政権はちょっと言い忘れたんですが重要な動きとして荘園を作ったと。 で荘園で貴族が巨大な荘園を持つ形になるんですけど、けどその荘園を荒らす人があだんだん生まれてきたので、その荘園を防衛するために武士を雇ったんですね。でこの武士が実は次の時代を切り開くということで、えー、こういう土地所有の流れの中に、今度武士が登場して、武士が次の時代を切り開くという,こう、日本史の重層的な動きがあるんですね。さて、えー、その武士の武 1一人である平氏があの実質の政権を結びます。ただ、一応建前上は天皇を上に置いていたので、えーまあ、平安時代の一部であり、武家政権ということにはなりません。で、太政大臣という位につきて、えー、実質の権力を握っていく。でこののの政権の最も有名なのが 神戸港大和田泊を作って当時の中国の僧と貿易したということですね。しかしその兵士は最終的に、えー、鎌倉幕府に、えー、頼朝にり滅ぼされてしまう。それでちょっとあのここに書いてあるんですがあの奈良時代が聖、えー、武天皇ですね。で平安時代が漢武天皇です。武天皇でこの聖武漢武は名前が似てるので間違いやすい。 どっちがどっちだったっけとなりやすいので、ちょっとこの覚え方ですね。勝武、官務、そして頼朝。これは英語で書くと SKY、スカイです。スカイと押さえておくと、あ、勝武の方が先で官務が平安なんだなって思い出せると思います。それでは、ちょっと問題ですね。あの時間の関係でパッパ,とパッと見たら答えいっちゃいますので予測、えー、予測しながら見ていってください。えー、状況は 710年に唐の都の長安に倣って約84年間の時代だったということです。それでは次にこれです。えー、っと、これですね。この ABCD、この ABCD の説明で正しいものはどれかということです。さっき私が注意して欲していと言った はい、でこれ、C が一見、正しそうに見える、道長、摂政、関、え、白、ー、を長く務め、これ、正しそうに見えるんですけど、平等院、法道をってたのは寄り道ですから、これ、正しくないということですね、でこれは奥州、藤原氏ですので、本家の藤原氏とは違うと。 そして、小野を、こ子はもっと前の時代、聖徳太子の時代ですか、違う。そうすると、ここ、光明氏という人が知らなくても、あうえいが、えがおかしいから選べると思うんですが、聖武天皇の皇后となったということですね。そして、聖武天皇は SKY の S ですから、奈良時代だから、天平文化合ってますね。 それでは、えー、次に鎌倉時代に行きますで。鎌倉時代は一番のポイントは、えーまあ、武士の政権であるということと初の関東の,の政権、今までずっと奈良や京都に政権、飛鳥、奈良と京都に政権があったけど初の関東政権ですね。 さて、平氏政権の後に壇ノ浦の戦いで兵士が滅亡しました、でこれがいい箱です、えー、この年に兵士が、うん、滅ばされたので、あのまあ、実質鎌倉幕府はここから始まったんだろうと、今、見なされております。死後地頭という、まあ、あの武士の頭領を各地に置くんですね。 でこの守護寺統というのはあのその後、まあ、あの戦国大名に成長する人も、えー、いいここから出てくるんですが、えっと、実は裏話としては、えっと、頼朝はその義経の手助けを借りながら あのまあえー、兵士をやっつけるんですが、義経を今度、えー、退治しようとし、うん、するんですね、頼朝が気に入らなくて、えー、頼朝が <laughs> 義経を気に入らなく退治しようとする。その義経を退治するために、各地に監視役としての守護児童を置いたと言われております。そして、なんと義経をかくまったという理由で、奥州藤原市までほどばされてしまうという、もう頼朝は暴君としての働きをしているんですね。えー、その頼朝が征夷大将軍になりまして、 えー、なったのがいい、えー、これ昔はいい国作ろうこの年をもって鎌倉幕府と押さえてたのでいい国作ろう鎌倉幕府という、えー、覚え方もありますけど今はまあその前に鎌倉幕府できてたんじゃないかという説になっておりますさて、えー、とこの、えー、と頼朝はあの実質妻があの北条政子ですね北条政子で,、えー、とで北条家が頼朝の幕府についてたんですね で実は源頼朝以外に源姓の将軍ってあんまり聞かないですね、えー、実はほとんど源家自身はお飾りになってしまって、実際の権力は北条家が握っていくんです、でその北条家が握って鎌倉幕府を動かしていく政治のことを特に執権政治と言います。でそのののの執権の最初が頼朝の、えー、妻北条政子の父であった 時政ですでこれの、時政は大河ドラマになってましたけど、あの2人のあ、まあ、子供がいて、姉が政子、で時政の政を取って政子、そして、えー、弟が義時ということですね。で、この、えー、あ政子の父だから時政なんだなと押さえておいてください。さて、その後に、えー、御成敗式目という武家の法律を作ります。で、これは法条泰時です、ね、が作ります、えー、っと,ということですね。 そしてこの子の鎌倉文化が花開きます。では、北条家、連れぐらいですから平家、まあ、平家が滅んだ時の話は鎌倉時代に語られるので、平家物語は鎌倉文化です。さてあとは、 座,とか座などの商業が発達したとあと鎌倉新仏教、これはさっきの密教と違って、密教は偉いお坊さんが中国に修行行って、なおかつ山奥で修行をして悟りを開くという考え方だったんですけど、鎌倉新仏教はもう民衆、誰でも日常生活の中で信仰を得ることができるということで、非常に大衆化したんですね。 でその流れはいろいろあって、本当は深い話があるんですが、入試的には、まあ、当面、えーと、宗教の名称と名前、回想者がすればいいので、ちょっとヒントとして、親はの信は浄土真宗の信と押さえて、そして英財財、永在の財は、人材種の財と押さえて、あとは、まあえー、覚,え覚えてみてください、それをヒントにね。 さて、それでいきますさて、えっと、鎌倉新仏教が、まあ、栄えたということがあります。じゃあ次に、あのー、その鎌倉時代の最後に元寇が起こりました元が、フビライ藩が日本に攻めてくる。で、えー、2回攻めてきたんですけど、両方ともその、まあえー、強い風で元、えー、の船が沈むという幸運もありまして、撃退できます。 えー、撃退できたのはいいんだけど、やはり次に、ま、もう一回攻めてくるかもしれないということで、石類で北,、まあ、北九州のあたりにこの石類をいっぱい作って防衛しようとしたんですね。でこの原稿は鎌倉幕府、鎌原稿原は退治できあた撃退できたんですが、これがきっかけで鎌倉幕府は滅ぶ方向に行きます。なぜかというと、えーまあ、ちょっと言い忘れたけど、あの鎌倉幕府の基本は御恩と奉公という世界です、封建制度。将軍が あのまあえー、家来に対してあなたは頑張ったということで、ご恩というのは土地を与えるんですね、えー、新しい戦争をして土地を拡張したら、それを家来に与えると、でその代わり御家人家来は奉公ということで、えーと、いざとなったら将軍のために戦うということですね、ご恩と奉公という関係で結ばれてたんですが、現行でせっかく元を退治したのにもかかわらず、土地は増えなかった。 よって誤、報音をあのしたんだけど、誤音がなかったということで、非常に不満が高まると。でだんだん武士が急傍化しまして、分割相続して武士がだんだん没落しちゃうんですね。兄弟の間で分割相続したこともあって。そういうことで非常に困窮しまして、特性霊というのが出されます。これ有名で、特性霊というのは江戸時代に借金帳消しでよく出されるんですが、最初の特性霊は江戸時代ではなくて、この現行の後の武士の急傍で出されたということを知っておいてくだ で、その後、ええー、と、まあ、足利尊氏と協力して、ええー、後醍醐天皇が鎌倉幕府を滅ぼす。これ、後で詳しく言いますね。さて、この時代です。あの北条家は、あの時政よ。 安時、それから時宗、この3人がよく聞かれるわけですが、まあ、初期と中期と後期ですね、でそれぞれのまあ抑え方としては時政がまあ政子だからあのまあ頼朝の時代だと、で安時が御成敗式目を作った人なんですが、中期でね。 でこれ、安泰の時代、中期で安泰の時代だから、あの式目が作られたということで、安泰の体ということで、泰時を覚えてください。あと、えー、最後、原稿をやっつけたのが、あの時宗なんですけど、やっつけられた側の不平和や関係らか,からすると、無念なので、無念と、えー、時宗ということですね。あと、ちょっと言い重要なこと言い忘れたんですが、えー、っとこの御成敗式目の泰時の安泰の時代が来る直前に、実は、 上記のというのがありましたでこれは鎌倉に政権が移ったことに最も気に入らない人は誰でしょうか天皇ですね、やっぱり、えー、ずっと京都に権力があって天皇が主体だったのに武家に政権を奪われて鎌倉に行ってしまったと、じゃあ天皇にあのー、まあ、また戻そうということで、えー、後鳥羽上皇がああのーまああのま反乱を起こすんですが、これ鎌倉幕府にあのー、まあ 政子がねあの、えー、あなあな今,今こそ武士,武士たちにあの今こそご恩を果たすべきだと言って決起を呼びかけたこともありまして、えー、と後鳥羽上皇は負けてしまうわけですね。 これ上そのあ後今度は鎌倉幕府を倒す人は後醍醐天皇です。でこの後鳥羽と後醍醐は名前が似ているので間違いやすいので、ちょっと抑え方ですが、両方とも後ろがつきます。そしてこちらは陰性の流れをあの平安時代末期の陰性の流れるように継いでいるので上皇だということ、こっちは天皇ですね。あとは、ちょっとこじつけですけど、鳥羽と醍醐は千葉にあります、浦安市にあります、東京ディズニーランドの順番。 T がこっちで D。A A、T、東京人ランドだから、戸場第五の順番だなと押さえててください。それでは、えっと、船橋の話です。で船橋は実は、えー、初めて船橋という名前が歴史上に出てるのが東鏡。東鏡というのは、えー、執権法条件の歴史書です。 でその中に船橋ミクリアというのがあるんすが、御が荘園のことを示しまして、陰御領というのは、白川上皇に奉納したということですね、ここら辺にもすべて陰性の時代のこととか、荘園のこととかの歴史が船橋とともににじみ出てきております。さて、2018年の千葉県の問題、はい、鎌倉時代に作られたものはどれか。 やっぱり武,武家の時代ですから、えー、力強い混合力士像を作ったと平等院法は平安時代ですね正倉院は奈良時代ですでえっ、ー、とまあこれはえっ、ー、と交流寺は飛鳥文化ということになりますさて、えー、じゃあ兼務武 建武というのは鎌倉幕府を倒した後大が天皇のことなんですが、協力したのが足利尊氏ですで。天皇の政権が一時的にできて、それが建武政権というんですが、実は足利尊氏と対立して、建、まあ、武政権はすぐに滅びるんです。ただ、この鎌倉幕府を滅ぼしたとしては重要なんで、節目です。えー 1333年なんですけど、1000年を単位とすると、1000と3分の1と抑えておけばいいですね。さて、その後あの後醍醐天皇は、えー、高氏と対立して高、武士である高氏と対立して、高氏の方は京都で光明天皇という人を別の天皇を建てて、えー、後醍醐はあの、えー、吉野に逃げて、2つの、えー、天皇政権ができ、天皇朝ができるという南北朝の時代になりました。で 高氏が実際はだんだん権力を握っていくんですね。足利の家が作ったのが室町幕府です。で第3代将軍の足利義満が室町にあの移ったので室町幕府と言ってます。で、補佐はあの鎌倉時代の執権ほど有名じゃないんですけど、それほど力もないんですが、慣例と言ってます。はい さて、義、え、満、ー、はあの金閣寺北山文化で、えーまあ、これ文化的な面は後で整理しますが、えー、民と貿撃したんですね。あのー えっとさっき、えー、っと平氏政権は宋と貿易してましたけど中国であの王朝が交代してまして民です、まあ、密だから民と押さえておけば分かりやすいですねで官合貿易ということで、えー、あの,のお墨付きの札を持って和皇に対抗して正式な貿易の時には官合が必要だということをしたんですねさて で実はちょっとこの建武時代からあの江戸時代の手前の飛鳥桃山時代は、まあ、武士の政権とも言えると思うんですけど武士で安定したのが鎌倉幕府です全国統一で安定したのがところがだんだんと戦国時代のようにあの、まあ、戦乱が起こりますので戦乱の時代であるとともに実は自治と連帯の方ががと言ってるんですが武士が戦乱で混乱していることもあって えー、実は農民と商人がだんだん強くなっていったんですね。で、ちょっとこの、えー、緑の流れ、農民の中で自治組織が宋という自治組織ができたり、えー、特製域という域が起こったり、そして商人では堺の自治都市などができるったりします。さて、えーと、室町時代の真ん中でできた大きな出来事が、これ、戦国時代につながる流れになっていくんですが、人よむなしい応仁の乱ということで、えー、10年間にわたって、えっ、ー、と、 まあ、幕府二つに分けるん来難が起こりまして、京都が泣き焼き原野原になってしまうんですね、これがその京都も含めて、えー、だんだんとこの室町幕府を衰退させていく形になります。えー、そして、大二の乱で中央の権力が誤ったので、守護だった人が守護、鎌倉時代に置かれた人が守護が守護大名になり、それがだんだんと各国の戦国大名になっていくんですね。 さて、一応、でもかあの室町幕府は存続していますので、えー、まあ存続した室町幕府の中で、第8代将軍、義政が、義満の次の文化、えー、東山文化を作っていく形になります。さて、この戦国時代、あの室町時代の末期、まあ、戦国時代とも言えるんですが、その戦国時代に起きた出来事で有名なのが、あの 両方ともポルトガ人、カトリックのポルトガ人が持ってきたことなんですが、鉄砲を伝来したということと、キリスト教を伝来したということです。で、これ覚えやすいので、以後よく、えーあ、以後、鉄砲を買う予算がかかると。で、えー、キリスト教については、以後よく伝わるキリスト教ということで、ここを節目として知っておいてください。まあ、オーニにーラランとここら辺が分かっていれば、前後関係分かりません。あと、1333が分かっていればね。さて、えー、それで、えっ、ー、とー、 最後に、織田信長が京都から将軍義明を追放して、室町幕府が崩壊して、織田の時代になって、織田と豊臣の時代は、織法政権とも言ってまして、織田の時代は安土城だった安土、そして豊臣の時代は桃山にいますので、桃山,、えー、と伏見城の桃山にある伏見城ですので、桃山と言ってます、合わせて安土桃山文化というふうに言っております。さて この織田は、えー、と楽一落座という関所を撤廃した商業の,あの中心地を作っていくというのが特徴であります。で、豊臣のやったこと、秀吉のやったことで有名なのは、えー、やっぱりさっき、農民がだんだん力を持ってきたって、武器を持っていったんですけど、それを、えー、農民から武器を取り上げて、兵のを分離しようとしたということですね、まあ、朝鮮も失敗したけど、ま、負,け負けます。 さて、こういう時代ですね。それでは将軍の名前、えー、押さえておきましょう。えっと、3代が義政、で、義満、<laughs> 8代が義政、そして最後は義明なんですけど、まあ、義明や室町幕府を諦めた人ということですね。それでは、えっと、室町幕府で、去年も聞かれたんですが、重要なポイントですが、えっと、3代義満と8代義政の文化の違い。 で大体、イメージで押さえたとき、見つ,つるという字では、なんか、えー、すごいお金がありそうですね。見、えー、つるお金、金閣寺。金閣は,そのはきらびやかで三層構造している、きらきらしている。よって北山文化。北山というのはあの京都での場所の名前です。で、えー、っときらびやかな狂言や、えー、猿,農学猿学能が行われたと。神山みずや山が頑張ったと。で、一方、義政は地味です。 で地味の、えー、ということで、銀閣寺、寺称寺、そして銀閣は地味だから2層なんですね。で日がこれ、白黒で出ても3層か2層で見分けてください。で東山文化ということですね。で地味で落ち着いているので、書院作りとか、書かれ山水とか、えー、水墨画が流行ったということですね。で簡単に言うと木の流れ、えーその 木,木と名前がつく流れが、えー、この第3代の方で、えー、北山文化の方で、濁点がつく、義とか字とか地味、まあ、これ地味は関係ないですけど、東山とか、言葉に濁点がつく方が、第8代将軍の、えー、東山文化です。はい、それでは、どうですか、織田の話。はい、1570年。 にこれ、まあ、空欄補充20字で埋めという問題ですけど、千葉家の問題足利義明を、えー、京都から追放して村町幕府をほとぼしたと。はい次、これ。1221年の後鳥羽上皇を鎌倉幕府が、えー、倒したんだけど、その後天皇家を監視するためにあるものを置きます。六波畔大、六波畔大というものを置いたんですね。 さて、明日時代の、あ、じゃあ、室町時代の文化としては、庶民が力が、えー、農民とか商人が力が強くなってきたので、こうう庶民の物語、えー、浦島太郎一寸法師などができた。ここら辺は全部江戸時代の話です。それでは、日民貿易、義満がやった道人貿易。和光という海賊を区別して、えっと、正式な貿易船には、民からやられた看護を持たせた。 はいこれ非常にいい問題です。あの鎌倉幕府と室町幕府の違い。鎌倉幕府、室町幕府、両方武家政権です。武家政権なんだけど、えー、決定的に違うのが答えていますね、えーと。鎌倉幕府にとっての中央は鎌倉です。で地方が、えー、京都も含む地方な、よって六波羅短大地方にあるということですね。 でえっとまあ鎌倉幕府の中心は執権です。え一方え、室町幕府は慣例です。でえ中央が京都です。室町は京都です。えそしてえっと鎌倉の方がああのあのなんていうかな地方になるんですね。ということです。それでは、江戸時代いきます。で江戸時代はえっとまあ、1600年の関ヶ原、これちょうどにに 2000年を節とするとあの、5分の4ですね、ちょうど節目の時にえ起こりました。で、東軍が家康側で、西軍が、まあえー、と豊臣側ですから西に住んでて、まあ、あの家康はもともと愛知県ですけど、江戸に来ますから東に住んでたという東軍、西軍は分かると思います。で、豊臣側なんだけど、豊臣、えー、そのものではなくて、石田三成があの大将だったということを気をつけてください。 さてその関ヶ原の戦いで、えー、と徳川側についた方が審判そして中間だったやつが不代そして、えー、と敵方というか豊臣方だったやつが外様というふうに大、えー、名をランク付けします。 そして家光の時代に一国一条とか三勤交代とか補佐として老子を建てるということをやったのとえ、まあ、あと武家ちょっと厳密には違うんですが武家諸法度という法律を作りましたでこれは鎌倉時代の御成敗式目と区別してくださいねえっ、えー、と江戸時代が武家諸法度ですさて えー、そして、えー、安定的に家光が、あの三代諸国の家光が整備して安定的なベド政権に見えたんですが、あのキリスト教の,あのキリシタ,タン弾圧をしたことで反乱が起こったということもあって、もうポルトガルとカトリックは禁止にしようということで、えー、と鎖国を行った、えー、ちょっとひとむさ苦しい鎖国、まあ、あの関ヶ原か,から39年ですね、むさ苦しくなります。 ということで、ポルトガルカトリック線の来航禁止をしました。で、オランダは、出島で許されたということですね。でこの頃土地所有としては、電波とは勝手に売ってはいけない、勝手に作ってはいけないということを言いながら、神殿の開発はあの促進したんですね。船橋でも結構、行田神殿とか藤原神殿とか、まあ、今の船橋の土地名が神殿の開発の。 どんどん重なっているところがあります薬園台なんて、その、もう、吉宗の時代に作られた薬草園ですね。さて、それでは、あの農具の発達です。そして えー、五代将軍、勝利やめの弓で五代将軍の勝利やあめの弓とともに有名なのが元禄文化だということですね。で元禄文化、上方、これは、えー、関西の大阪中心の文化だということですね。で、あのこういう、えー、と人形浄瑠璃な,などが流行ったということです。で、まあ、一方で修子学という封建制度維持の学問がはあの進められたと。さて、その後の、えー、江戸中期以降になりますと、 江戸幕府でいろいろ改革を行われたんですね。でえー、と田沼の時代は改革という名前がいていないんですけど、実質改革ですので、三、まあ、大改革、享保、寛政、天保と、それから中間にあります田沼の時代があったと。でこのよう順番を押さえておいてください。でこれは吉田松陰という有名なその幕末の英雄がいるのを知ってますでしょうか。それにちなんで吉田水 吉宗、田沼、松平、水野ということで、吉田昌水という順番だと押さえているから、吉宗の教法の改革は、目安箱を作って、神殿開発をして、これ重要、くじ型お定め書という裁判の基本を作ったということですねで。吉宗のこの教法の改革だけある程度うまくいったんですが、田沼と松平とまあ水野の改革はあんまりうまくいかなかった。ただ、それぞれの特徴を知っている。田沼は あの株仲間というのを奨励して、まあ、商業組合です、経、え、済、ーまあ、活性化しようとしたんだけど、実は賄賂がはびこったので、一致とか一致してが起こったりしましたということで失敗した、で松平は、このちょっとその自由化というか、その商業活性化とちょっと逆のイメージで考えてほしいんですが、出版統制などを行ったということですね、出資額のみを許すという形にしたということですね。 そして、えー、水野の時代は、天保の改革で田沼と逆を行った株,株仲間を解散させたということですね。 このこ頃アヘン戦争が起こりますこのアヘン戦争のこと、後で整理します。でこの三の忠国の時代の江戸時代の前期が元禄文化で、後期が火星文化で、火星文化は関東を中心、江戸中心で、まあ、千葉県人として有名な、まあ、千葉県の出身で有名な伊能忠敬が地図を作ったとか、まあ、こっちは杉田玄白が解体新書を作ったとか、北斎の,あの絵とか有名ですね。 それでは、えっと、これも答え書いちゃいましたけど、これ、空欄保持で出た問題です。あこれ、順番逆でしたね、はい、2019年の空欄保持。さて、えー、それでは大阪、さっきちょっと言い忘れたけど、えー、っと上方の文化はには元禄文化、そして、えー、っと大阪はその元禄文化を作,、えー、作れた背景は、そこが米,米を貯蔵する、貯蔵庫となって、 でそれが商業の中心地になったので、その米を貯蔵する貯蔵庫のことをクレア式といっても、ここだけちょっと後回しして、ここ,こら辺はあはできますね。えー、寺子屋で学んだと、諸藩はハンコを作ったということですね。はいえー、審判不、不代、とざま。そして、えー、っと、 三金交代の制度を作ったのが家光。さて、えー、さっきの三大、あ、四大、まあ三大改革プラス田沼、株仲間の解散とか書いてありますね、じ型お定め書き。さて、えっと、吉宗です。 吉宗あ時代順番に並べますと、吉宗が久慈恵様妻の名刺を作って、田沼は選択肢に出てこなかったけど、株仲間の促進、そして松平が朱子学の公認化、そして水野が株仲間解散、そしてちょっと公部合体策というのは、まあ、あの天皇家と武家をあの、まあ、あの融合させようという幕末に捉えた政策で、まあ、これ、分からなくても選択肢からあの、えーまあ、幕,末あ幕末だというイメージができれば選べますね。 さて、えっと、それではちょっとここは省略して、えー、最後、倒、え、幕、ー、と開国の動きのことについて整理します。えっと、実は1825年に異国船打ち払い令というのが出ます。まあ、つまり、えっと、もう外国の船がどんどん来るようになったんだけど、もうそれは鎖国だからやっつけちゃいましょうという動きがあった。 ところが、1840年のアヘン戦争、これがもうショックでありまして、えー、中国という大国の秦が、えー、イギリスという面,面積でいうと、あんなちっちゃな国に負けた欧米は強いということを実感したんですね。で、これが伝わって、まあ、簡単に言うと、このアヘン戦争のショックで、28年後に、えー、江戸幕府が滅んで、日本は開国の動き、まあ、ここら辺から開国の動きが始まるんですけど開国に向かうということです。で、えっ、ー、と、ただ、 えすんなりと開国にすべて向かったわけじゃなくて、鎖国政策とか江戸幕府を守ろうという動きがあった、それをここでは青で表現しています。異国船、淵あはれ、そうですね。そして、えっとまあ、ちょっと順番に行きますと、まず開国を迫ったのはペリーですね、裏側沖に来て日米安心条約を作って、関税自主権がな,なしのま所がなしですね。そしてが次に 日米、修好通商条約、和親がまあ大ざっぱに和親して、さらに貿易をしようという修好通商条約、ただ全部不平等条約ですね。それで、井伊直助は、ちょっとあの吉田松陰なんかを弾圧したこともあって、えー、反感があって、その尊皇攘夷派、尊皇攘夷派というのは、えー、天皇を重視して、威、えー、敵、えー、つまり外国を打ちましょうという鎖国の流れを維持する方の人に殺されてしまう、桜田門外の変ですね。 その後実はな、まあ、ここら辺は摩とイギリスが戦争したりして逆にイギリスの強さを知ってしまった。よって えー、薩摩長州という明治維新を作る流れを土佐への坂本龍馬がまとめて、薩長同盟ができて、えーこ、ここが明治維新を切り開いていくということですね。で、慶喜が大政奉還して、明治政府になっていく。で、最後に戊辰戦争で幕府方が最後まで東北中心に抵抗していくということですね。はい、それではペリーが浦賀に来航する。あこれはいい